皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。11月14日金曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。まず最初は衆議院の解散総選挙をめぐる動きです。海江田万里代表は今月11日に開かれた党の常任幹事会で衆議院の解散について民主党としても受けて立つとの決意を示しました。今月11日に開かれた党の常任幹事会で海江田代表は、安倍総理が解散するというのであれば、これを堂々と受けて立つというのが私たちの基本的な姿勢だ。今週は国会での戦いもまさに山場。こうした国会での戦い、地元での活動に緊張して対応していただきたいなどと述べ、一致結束して戦う方針を示しました。枝野幸男幹事長も12日国会内で記者団の取材に対して、アベノミクスが国民生活に恩恵をもたらすどころか国民生活を追い込んでいる、この政策的行き詰まりがあるからいろいろなものを投げ出し自分勝手な解散に進んでいこうとしているのが実態だと、安倍内閣の動きを厳しく批判しました。こうした解散への動きに絡み、民主党は13日次の内閣の臨時会議を開き、解散になった場合にマニフェスト作成に向けた作業に入ることを確認しました。民主党は13日次の内閣の臨時会議を開き、議員立法の了承や衆議院の解散総選挙に向けた取り組みの検討が行われました。この中で解散になった場合、マニフェストの作成に向け国民の皆さんに訴えるべき重点項目を各部門から挙げていくなど今後の予定が確認されました。なお他の野党と協議中である議員立法についてはなるべく早期に提出できるよう進めていくことも報告されました。では次は国会での委員会質疑の模様です。今月13日参議院総務委員会において民主党の3人が質問に立ち、 NHK の経営や一部不適切な発言を続ける経営委員の問題などを質しました。まず最初に NHK に対し、経営委員会において委員の一人が放送法に抵触する個別の番組編集に介入した発言について事実関係を明らかにするよう求めました。続いて質問に立った難波昌司議員は、次期経営計画が遅れている理由や多額の増収が見込まれる場合の受信料のあり方について質問しました。一方、藤末健三議員は経営委員の一人がツイッターに不適切な書き込みをした問題について NHK の服務基準やガイドラインに照らし政治的公平性に疑念を持たれることについて厳しく迫りました。では次です。枝野幹事長は今月9日青森県弘前市を訪れ、リンゴの生産現場の視察や意見交換を行いました。まず JA 相馬村を訪れ、果実に近赤外線を当てると瞬時に糖度などを判別できるセンサーによるリンゴの選別作業を視察し、独自ブランドの無添加リンゴジュースなどを試飲しました。また意見交換では弘前市の農業生産の8割を占めるリンゴ生産の課題などを中心に話し合われました。この中で低価格のため安定経営が望めず後継者不足となり高齢化が進んでいるなど、リンゴ農家の抱える課題や TPP の問題などについて意見交換を行いました。では変わりまして、1週間の動きを駆け足で振り返ります民主ウィークリーのコーナーです。ご覧ください。
さていよいよ来週は安倍総理が衆議院を解散する可能性が高まっています。600億円をかけて衆議院の解散総選挙は行われるわけですけれども、アベノミクスの失敗を隠すようなことをする一方で議員定数の抜本的な削減は行われていないなど、今回の選挙に大義を見出すことはできません。しかし私たち民主党もしっかりと今回の選挙を戦ってまいりたいと思います。それでは次回は今月18日火曜日にお目にかかります。皆様良い週末をお過ごしください。